できるのかな、ね、まあ、先制ゴールが見事な決勝ゴール浅野拓磨選手です。欲しかった勝ち点3です。今の気持ちをお願いします。それではゴールシーンを振り返っていただきます。相手ディフェンダーがぴったりとマークしてました。体の切り返しで技ありのシュートだったんじゃないですか。まあ、チェックからいいボールが入ったので、はい、自分の得意な形で、まあ、入れることができました。ありがとうチェック。やっぱ俺です。あの4月7日の宮川選手のコメントはどのように聞いたんですか。いや、やっぱ俺でしょう。さあ、中3日で今日の試合を迎えて、この後の中3日で阿部柏レイソル戦です。人生に向けて一言お願いします。はい、この勢いを切らせてもらったら次の試合も札幌らしいサッカーで勝ち上がって